なんかこうイライラしてしまう、つい手が出てしまうとか、そういう事件も時に起こるんです。でそこで世田谷区では2008年から産後ケアセンターっていうのを作ったんです。これはあのホテルみたいなあの部屋を置いてですね、そこに赤ちゃんとお母さんがいて、そして1週間ゆっくり、まあ実家機能ですね、はい、今実家が鳥越さんほとんどないんですよ。あ、そうですよね。3分の2以上 の人たちが実家遠いんです。ですからその産後ケアセンターに泊まって、育児指導とかを助産婦さんに受けて、助産師さんに受けて、まあすっきりして日常に戻るという施設なんですが、これあの安倍内閣のですね少子化対策の切り札、褒められたんですね。そしたらどんどん助成してくれるのかなと思ったら2年間さっぱりそういう動きないんです。で鳥越さんお願いなんですか、はい、東京ともですねこの施設に対して全く後押しがない。ですから世田谷区だけで1年間1億3000万払いながらですね続けているんですが、まずこの産後ケアセンター鳥越さんなら、はい、まず3年以内に10箇所作っていただけますか。作りましょう。それはあれ、それはもう確かに大事なことだ。これはね、分かりました。でそんなに多くの財源もいらないんです。で今世田谷区は待機児童、まあ、これは大変厳しい、1000人を超えるんですね。でそれでも今認可保育園を40円一斉に作ってます。一生懸命作ってる。なので3歳以上の待機児はゼロになったんです。この春問題は0歳1歳2歳なんですね。そこで東京都の制度であった保育室というのが実は世田谷区に14箇所あります。この14箇所を東京都が実は認証保育に切り替えた途端援助もやめちゃったんです。で他の区ではみんななくなったんですが、世田谷区では14箇所やってます。大変人気なんです。でとても手厚くやってます。この保育室もね各区各市に鳥越さん作りませんか。そうですね、はい、わかります。保育士ね、はい、保育室です。保育室で保育士さんの待遇改善の話をしたいと思います、はい、一番はですね住宅支援だと思うんですね。つまり鳥越さんの住んでよし、住んでよしのところです。で新しい保育士さんを獲得するために、これはあの世田谷区だけの制度じゃないんですよ。国や東京ともそういう制度を持ってるんですが、初に1年目の保育士さんに8万2000円の家賃補助をやってるんです。これを使ってね100人以上の保育士さんが働き出してます。ね、だったらこの8万2000円住宅を補助すればですね、実際この東京では家賃高いですからね、8万2000円給料が上がったのと同じですね。ですから介護士それから保育士、これは新しい人だけじゃなくて保育士だけじゃなくてこの家賃助成ですね、取り組んでほしいんですよ。なるほど、わかりました。ぜひ、はい、お願いします、はい、でついでに言えばですね、東京都では17年間、都営住宅をなんか作ってないみたいな、新しく建て替えはしてくれています、まあ、世田谷区にもそういう建て替えの例はありますが、これからの福祉はですね多分住宅です。例えば下流老人なんて嫌な言葉もありますよ。下流老人なんて言葉ね、でもみんな家賃が高いで、コンビニで弁当も買えない日もあるって言うんですよ。そしたら住まいをですね、住まいこそ福祉だから東京都の責任でですね、国がどうあろうが住まいをですね公的な住居を拡大するやってほしいんです。いかがでしょうか。大変参考にさせていただきます。ありがとうございます、はい、でこういったですね住まい支援に加わって今日は若い人たちもいっぱい来ていますよね。もう今奨学金の話、この参議院議員選挙でもいっぱい出ました。世田谷区ではですね、児童養護施設の若者対象に給付型の奨学金ついにこの春作りました。これはあの基金を出して寄付も募って
始まっています。また住宅支援もやっています。給付型奨学金ね、できるんですよ。まず一人親世帯、格差があってやる気があっても進路を阻まれる、そういう若者をね、ぜひ後押ししてください。わかりました。トリガーさん、ところでアメリカのバーニー・サンダース、はい、いますよね、はいはい、彼は74歳なんですね、うん、鳥越さんよりちょっと弟ですかね。あ、そうですね。でも見た目は鳥越さんの年上に見えるけどね。そうですね、鳥越さんの方が見た目ずっと若いんですが、でアメリカの友人に聞くとですね、アメリカの友達に聞くと、どうもバーニー・サンダースはもう格差がひどい、アメリカね、その奨学金の必要性も、まあ、学費が日本の2倍以上ですから、もう若者が立ち上がった。でサンダース候補は実はなんか鳥越さん、若者代表、世代代表になっていったんですね。で若者の力でヒラリーさんと誤して戦って、しかも企業献金を受けないで、なんと2月は50億円くらいですかね、奨学金を集めて大きな波を作り出したようなんです。でも世界中がですね、この格差に怒ってます。富の独り占めに怒ってます。鳥越さんも みんなに都政を取り戻す、財源も取り戻していただけますか。はい、わかりました。保坂区長、はい、ありがとうございます、はい、都と区と、はい、連携して、はい、保育園待機児問題、世田谷区が一番ですから、ぜひ鳥越知事に解決してもらいたいと思います。短い間ですけれども、ね、保育の場にも来ていただいて、みんなの声を聞いていただいても聞いていただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。相談お願いいたします。では鳥越さん、前の方に。今日は多くの人にお越しいただいてありがとうございます。暑い中なんですけれど、今回は、東京都知事選に立候補しています鳥越俊太郎さんの演説を行っています。皆さん最後までお付き合いください。あと少しなんですけれど、はい、最後に鳥越さんのご紹介をお願いします。東京都知事には絶対に鳥越さんになっていただきたいと思います。私は都議会代表して、都議会議員、与党を代表して、これまで何度都知事が変わったことか、それも政治とお金の問題です。みんな、それを推薦した自民党、公明党にも責任があります。ぜひ都民が本当になってもらいたい人を都知事に押し上げる、それが今日の会ではなかったでしょうか。それでは最後に、鳥越さんより皆さんに強いメッセージをお願いいたします。よろしくお願いします。皆さん、改めましてこんにちは。こんにちは、鳥越俊太郎でございます。今回は皆様の熱いご声援を応えて私が決断いたしました。ここに至るまでは様々な支援団体の皆様のご配慮、それから都民の皆さんの熱いご声援いただきまして、私は私なりにちゃんと構造をしっかり噛み締めてやるぞと、最後まで全身全霊をかけて戦うという覚悟を決めました。その思いで今ここに立っております。私は先ほどご紹介ありましたように、1965年昭和40年東京オリンピックの前の東京オリンピック、翌年に毎日新聞に入りました。そしてそれ以来51年間、年が70、51年間ひたすら報道の現場を歩いてまいりました。51年間というのは半世紀ですよ、半世紀。このその間1回だけサンデー毎日の編集長というのを1年半だけやってます。これはね、管理職のように見えるけど実はもう現場の仕事なんですよ。だから私は51年間ほとんど現場の報道の現場をずっと歩いてきました。報道現場を歩いてきたということはどういうことを意味するかというとですね、これは常に、人の発する声に耳を傾け、そしてその背後に真実は何なのか、事実は何なのかということを見極める目と耳をずっと鍛えてきた
そういう51年間なんです。そしてこれはまさに東京都知事選にあたって私は考えましたけど、やはり猪瀬さん、舛添さんというこの東京都政の混迷の後を受ける都知事は、東京都民の発する声にちゃんと耳を傾ける、聞く耳を持っているかどうかが、ここが分かれ目だと思います。私はその意味では51年間そういう仕事ばっかりしてきましたから、私のもう体に染み付いております。常に人の声に耳を傾けてきました。そして私なりに判断をして行動してきました。東京都知事になった、おそらくそういうことを要求されると思います。だから私はそういう意味では心配しておりません。私がこれまでやってきたことをそのままやっていけばいいんだと思ってます。それからちょっと一つだけ聞いてください。私のやや個人的な話になりますが、私の父親は73歳で見まかりました、亡くなりました。私が49歳頃でしたかね、亡くなりましたが、私は生前父親とほとんど話をしてません。なぜかというと、父親は私にとっては弱い存在に見えたんです。弱い存在に見えた。それは父親はですね、戦前ですよ、大学を卒業して大きな企業に入ったけれども、現場に行っていじめられていろいろあって、思わぬ神経症っていうの分かりますか？精神病じゃないんですよ、神経症。つまり神経がその自分のコントロール効かないようになってしまう、大変恐ろしい病気なんです。これは閉所恐怖症、高所恐怖症、パニック症候群、みんな神経症です。こういう神経症を患って、対人恐怖症というになって、人の前で話ができない。私そのうち受けてた、今ここにおれない、とても話できない。だけど私はそういう父親にはなりたくない、弱い父親には、人間にはなりたくないと思って生きてきました。ところが73歳で父が亡くなった時、私は葬式の日に愕然としました。その葬式の弔辞を呼んでくれた人が5人、身体障害者、精神障害者、知的障害者、いわゆる心身障害者と言われる人たちが5人、私の父親の墓前じゃないですね、仏前で、弔辞を呼んでくれた。これは私はね、衝撃でしたね。最初は意味がよくわからない。で、葬式の日、自宅に戻って母親に聞きました。あれはどういうことなんだ。そしたら、実はね、お父さんは、私はいつ自殺するかもしれないかと思ってハラハラしながら生きてきたのよ。だけどお父さんは自分が弱い人間であったということをいつも自覚して、だからいつも弱い人の立場で弱者の目でものを見て、そして行動してきたんだ。だから福岡で全国に先駆けて光共同作業所という心身障害者の人たちがそこで働いて自分たちで物を作って売るという、そういう光共同作業所を福岡で初めて立ち上げた時の最初の立ち上げに運営委員長をお父さんはやってたんだよっていうことを初めて聞かされました。それで私は父親に対する思いがその時ガラッと変わりました。ああそうだったんだ、俺が思っていた父親というのは実像とはちょっと違ってたんだ、僕があんなに嫌ってあんな父親、弱い父親、人間にはなりたくないと思っていたのは実は大きな誤りだったということが分かりました。そして今私がここに立っている、なんで立っているのか、それはやはり東京都が強者の強いものの東京都ではダメなんです。やっぱりね、介護の問題